ではゴーヤですね。ゴーヤ4分の1使いますので、綿を取っていただいて、まあ、大体もう5ミリから1センチぐらいのですね、厚さに切っていきます、ね、綿取らないね、しっかり苦みがね。そうですね、はい、で綿を切りましたら、取りましたら、切っていってごま油で炒めていきます。まあ、ゴーヤ普通は苦み抜きするんですけれども、今回あることをしてちょっと苦み和らげていきたいと思いますので、手際がやっぱりいいですね。さあそしてですね、炒めていってください。はい、火もですねもう中火ぐらいにしていただいて、あと砂糖もここで入れます。はい、砂糖で加えるとこのゴーヤの苦さ甘え、抑えられますので。それではですね、りゅうちゃんは火も強火でお願いいたします。はい、強火にします。はい、ではですね、軽く炒めている間にところで豚肉も加えてですね、ちょっと粗くほぐしていきます。わー、なんか色が緑と赤って綺麗だね。そうですね、はい。さあ、りゅうちゃんさん、ではその間に、トマトをヘタ取っていただいて、くし切りにしていきます。やっぱ慣れてるね。慣れてますね、やっぱり上手。で、長ネギは粗くみじん切りにしていきますので、このフルーツトマトがね、また今回いいアクセントになりますので、はい、そして長ネギも十字に切り込みを入れてですね面白いよね。いや、リュウジェルさんが料理してる姿新鮮ですよね。多分もうあんまり見たことないと思いますけれども。さあ、そして粗みじん切りにしたネギも入れていただきます。ね、丁寧だね。はい、いいですね。香りがもうすでにいいんですけれども、ではさっと炒めていただいて、ここにですね、まあ、全体調味料を入れていきたいと思いますので、調味料のバットですね入っておりますので、すべて入れていきます。はい、まあ、豆板醤と豆豉醤、そして今回はホワジャオというスパイスを使うのと、すりおろし生姜とすりおろしにんにくをすべて入れて香りよくね炒めていきます。はい、まあ、こちらのね調味料の、辛み成分にはですね、まあ、皮膚温度を上げて代謝を高めることで食欲を高める効果があるのと、ホワジャオは漢方にもね使われているそうですけれども、胃腸を整える効果も余裕ですね。はい、ではですね、炒めていきましたら、こちらに片栗粉をまず鶏ガラスープに入れてちょっと軽く混ぜ合わせていただいて、斬新ですね、斬新ですね、包丁では混ぜ合わせですよ、新しい混ぜ方見ますけれども、はい、今ですね、鶏ガラスープと片栗粉を混ぜて入れてとろみつけていきます。この鶏ガラスープね、あの一緒に入れると均等にとろみがつきます。さあ、沖縄のね踊りも披露していただいたところで、では器にねこう盛り付けていきましょうか。はい、ではですね、最後、とろみがつきましたら、こちらで盛り付けて旨辛ゴーヤ麻婆の完成です